はい、どうも皆さんこんにちは、ベアーズオンフィルムズです。今回はですね、映画カットを撮影するときに意識したいポイントをですね、学んでいきたいと思います。まあ、こちらはですね、シリーズ化してやっていきたいと思いますので、今回はアングル編という形でやっていきたいと思います。まあ、映像作品を作るときにですね、まあ、カットを撮影する必要があるんですけど、そのカットを撮影するときに、まあ、どういった点に意識して、撮影、もしくは絵コンテを作る段階からですね、絵コンテを作って撮影するっていう、まあ、そこのその絵作りをどうやってしていくかっていうことをですね、まあ、言語化することによって、まあ、自分の中に掘り込むことができると思うんですよね。なので今回は僕も学んでいきたいと思いますので、皆さんも一緒に学んでいきましょう。今回はカメラアングル編になります。はい、まず一つ目のアングルですね、ローアングルになります。このローアングルというのは、カメラを下に目線より下の位置に構えてですね、上を見上げるような形で撮影するスタイルのことですね。こういうアングルのことをローアングルと言います。その角度的にはあんまりこの規定とかはなくてですね、見上げるような形のアングルをローアングルという、言われているんですけど、例えばですね、このような、ローアングルショットなんですけど、こちらは車のトランクにですね、カメラを置いて、で、見上げるような形で撮影してます。で、そのローアングルが与える印象についてなんですけど、例えば映画とかを見ている人はよくわかるかもしれないんですけど、例えばヒーローものでですね、悪役が、いますよね。悪役を撮影するときにローアングルのものが多いんじゃないかなと思います。その見上げることによって、その強い印象を与えるんですよね。で、あちらからは見下ろすしている状態なので、こちらは 見下げられているという、見え方になるので、やっぱこの強さっていうのは、こちらが弱い立場っていうものを表している、そういうものがあると思います。なので一つは強さを出すために、こういうローアングルっていうのは使われると思います。で、あともう一つがですね、この建物を撮影する時とかですね、下から見上げるような形に、なると思うんですけど、この大きさを見せるのにもですね、ローアングルっていいんじゃないかなと思います。で、こちらのカットはですね、下から見上げる、大きい建物なので、もちろん、ローアングルに、下から撮ればローアングルになるんですけど、こういう見上げるカットにすることで、この建物の大きさっていうのをですね、建物じゃなくてもいいんですけど、その被写体の大きさっていうのをですね、出すことができるんじゃないかなと思います。なので強さとか、あと大きさとかっていうものをですね、出すためにこのローアングルっていうのは非常に有効になると思います。では次のアングルはハイアングルになります。このハイアングルというのは、先ほどのローアングルとは逆で、こちらが見下げるような形になるアングルのことを言います。例えばですね、このようなカットなんですけど、これは船の上から下を、海を撮影しているハイアングルのショットになります。で、あともう一つがこちら、上からこの風景を、この景色ですねを撮影しているものなんですけど、こういったですね、広さを出すことができるという利点がありますよね。なので、景色を撮影するときに、上から下を撮影することで、これも広さというか、その広大さを出すことができるんですよね。で、ドローンとかイメージしていただけると分かると思うんですけど、上から空からですね、下を撮影するものがドローン撮影になると思うんですけど、普段人の目からは見えないような景色ですよね。そういうものを撮影することができる。なので基本的にはハイアングルというのは、景色の広さを出すことが多いんじゃないかなと思います。あとは例えばビルの上からですね、下を見下げるような感じで、ビルの下を撮影する時なんかも、ありますよね。はい。
なのでこのこういったアングルも随所に入れていくとですね、まあ、また違った印象を与えることができます。はい、次のアングルなんですけどアイレベルになります。このアイレベルというのは目線の位置ですね。この目線のアングルになります。なので人が普段見ている、この目線ですね、これがアイレベルになります。で、まあこれは通常の本当にまあカメラをこの位置で構えて人の 目ですよね。例えば、まあ被写体も目顔をですね切り取ったようなそういうアングルになります。なので非常にオーソドックスなアングルなんじゃないかなと思います。人の表情を抑えたい時によく使われるアングルだと思います。まあ映画なんかだとこのアングルが非常に多いんじゃないかなと思うんですけど、まあ、やっぱりこの喋っている人がその役者がですねセリフを喋っているシーンなんかはまあこのアイレベルにすることで、実際に人がそのままその人を見ているような感覚を与えることができます。あとは風景を撮るときなんかもですね、人の目線でまあ撮影することで実際に見ている人がそこにいるような感覚を与えることができると思います。はい、そして最後のアングルなんですけどグラウンドレベルになります。このグラウンドレベルというのは地面にカメラを置いてですね、この地面から見たアングルのことを言います。これは例えばこういうカットなんですけど、まあ、こちらのカットはその地面にカメラを置いてですね、撮影しています。まあ、猫の目線になって撮影しているっていう感じですね。こうすることで例えばこの動物を撮る時とかはですね、この上から見下げるっていうのもまああるんですけど、やっぱりこの動物の目線に立つことで、まあ、また人が普段見ている景色とは違うものを出すことができるんですよね。なので実際にこの動物の目線と同じ目線で撮影することで、まあその動物から見た世界っていうのをですねちょっと垣間見ることができるんじゃないかなと思います。であとは足元を撮るとき、足元だけを撮るときとかはですね、そのグラウンドレベルでこのカメラを地面スレスレに、置いてですね撮影するっていう、そういうのも多いと思います。まあこういったグラウンドレベルを使用することによってその映像にバリエーションを与えることができますよね。まあアイレベルだけじゃなくてこの下の目線ですね、このグラウンド地面を見た景色っていうのは普段見ないようなあの視点になると思うんですよね。ではそれを映像で見せてあげると、そういうものが映像にバリエーションを与えてくれると思います。はい、ということで今回はですね映像カットを撮影するときに意識したいポイント、カメラアングル編ということでやってきました。いかがでしたでしょうか。まあこの他にもいろんなアングルはあると思います。でもこの今回ご紹介したですね主要なアングル、これを押さえておけば映像にバリエーション、そしてですね意味付けを行うことができるんじゃないかなと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。ということで今回の動画は以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。